はい、最近花嫁修行してる猫ちゃんです。はい、最近ブラピにハマってるあゆみです。はい、最近相手もいないのに自炊ばっかしているももです。チャオス。最近あのアニメにあの彼氏がくすにいるマミです。どういう長い長いアニメで彼氏がいるんでしょ。そうです、一人かぶってるし、ここ。あ、そうですよ。でもまあ複数にいるんで大丈夫です。 ありがとうございます。私のマミということで、はい、はい、今日の企画は携帯を持ってきてもらったと思うんですけど、はい、ツイッターの黒歴史チェックです。昔を探るってことですか。そうです。え、ないと思う。昔、え、マジで高一。え、待って、やだ。え、漏れてない写真とかいっぱいあるんですけど。ええとか、昔のなんか恥ずかしい発言とか。あー、そういうことがないかをチェックし合ってもらいたいと思います。あ、じゃあ誰か入れてあげます。そう。え、じゃあ下までたどろう。下まで。え、めっちゃ長っ。え、ねえ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 、下出てこないです。ほんとだ、私も出てこない。いけるとこまででいいよ。令和ネイルすればよかった。てんてんてん。カオス。ちょっと、いいっすか、言っちゃって。はい、いいっすか、いいっすか、いいっすか。でも、あ、でもそう、この時ちょっとサロンもやってたかもしれない。サロンモデル。はい。あ、ちょっと病んでる。何を信じていいのか全然わかんねえ。ねえ、考えないで直感で生きていこう。それはそう。意外なんだけど。何に病んでたの？いや、もう覚えてないですよね。多分裏切られた、なんか。え、これなんて書いてある？何を？そうですね。多分裏切られましたね。これ多分。これ多分ちょっと軽く裏切られた気がします。デブリすぎてもう無理。中一連の対処叩き出した。消えたい。終わった。病んでますね。病んでますね、かなり。え、結構ネガティブでしたね。でもその後恋捨てに出てるんで。ああ、懐かしい。恋捨ての告知してます。そう、恋捨て出てたんですよ、私。そういえば。綺麗。そういえば。恥ずかしいやつでしょ。でもなんか眉毛が太かった。ほんまでっか、一瞬出たね。あ、出ました。出た。その時でもそんなに喋ってなかったですね。うん、いきますよ。うん、じゃあ、マミの気持ちをさ、入れて入れて入れる。いや、マーミなんで。これからのことを考えると不安すぎる。いやー、なんでたの？どうした？不安だったの？どうしたの？これいつですかね。2018年4月の20日。何があったの？いや、めっちゃ出たんですかね。闇期。闇期だったの。闇期ないと思ってたら、なんか過去探ってたらあったの。これ何で書いたの？かわいい。あー、そういうことね。あー、恋してて全然モテなくて病んでて。いいんだよ、ももさんもモテなかったです。あー、なんかバイト。あ、あるよ、あるよ、あるよ。なになに。あー、いいの見っけた。なーに。ねえ、なーに。じゃあ、マーミになってもらって。一旦マーミになってもらって。なんか屋上で自撮り撮ってんの。じゃあこれをちゃんと心を込めて言ってみて。自分を守れるのは自分。後悔したくないから毎日一生懸命頑張って前向いて堂々と生きてやるんだから。はーい。ねえ、あの闇上がりかな。闇上がりだと結構病んでたの。結構多分病んで空見上げて、あー、もうなんか大丈夫だってなったのかもしれない。空は広いもんね。結構あれだね、宣言するタイプだったね、前向いて。めっちゃ宣言してる。相当ね。でもね、結構ね、もう良くない？もう良くない？あんまない。まだそういう黒歴史っていう黒歴史はないかもね。でしょ？まだちょっと宣言しちゃう系女子ってことで。ちょっとね。じゃあマミーの結論。病んでた。結構病んでました。ね、病んでた。病んでたわ。意外とそういうの書いてたんだね。え？イメージないけど。本当に？まあ、記憶ないもん。ストーリーマンもね。ストーリーマンも更新しない。前も面白い。じゃあ、ももたんの行きましょうか。はい。あ、でもなんかそんなにあれですね、うん、まだまだ事件起きてないです。事件。いや、でもね、結構ないよ、本当に。ないよね。めっちゃ消してる。あ、でも、あ、ここら辺なんですね。そうそうそう、下の方が。エッグ、初めて発売ぐらいの時。あ、でも、意外とあるよ。
人生初めて最高の肌荒れと夏バテで病みそう。病みそう。皆さんも病んでます。夏って肌荒れするんですか？いや、うちその時おでこめっちゃ肌荒れてニキビだらけになって、うち肌荒れしたことなかったの。もうじゃあ肌綺麗なイメージです。そうで、どうしたらいいか分かんなくて、スキンケアをしてなかったから、この時。あー、言ってたね。どうしたらいいってみんなに聞きまくってで、クリニックめっちゃ通って、点滴とかめっちゃ受けて治った。あと夏涼しい。ちょっと頭おかしいの出てきたよね。私も絨毯で空飛びたい。絨毯で空飛びたい。これね、これね、やったわこれ。アラジンの、そう、アラジン、アラジンのテレビやってる時に、あのトレンド私いつも見てるんだけど、それに合ったツイートをたまにしてるの、ですよ、これは。絨毯今飛びたいでしょ、みんな。飛びたいでしょ。でもまあ本当にこっからはなんか気をつけてるのかわかんないけど、あーでもちょっとまだ治ってない、まだ治ってない。ちょっと19の代マンジ、パパいるから男絡みいらんマンジ、何々中マンジ、なんちゃって。やばいあっちゃー、マンジ夏のせいでしょ、あっちゃー。でもなんかそういうなんかうちらが見たいような黒歴史はないっすね。こんな感じでありがとうございました。マジでないよ。いや、あゆみ多そうだよ。なんか意外にありそう。あゆみマジで消したもん。一番期待だよ。ミスコン。ミスコン、高一ミスコン出てましたね。ね、すごいよね。あの、なんだっけ、準ファイナリスト。ファイナリストまで行ったけど落ちた。若い、なんかめっちゃ、え、しんどしんど、これは思い出したくない。しんどい。はい、黒歴史見つけました。こちらね、あのリツイートなんですけど、まあ、ですね、遊べるメンツシータロス、まあ、あいみさん、ショウエイくん、そう、シオンくんの友達。これ、どういう流れで遊んだんだっけ。わかんない、暇だから遊ぼうみたいなで遊んだ。懐かしすぎて、うわやだめっちゃやだ。ありましたよ。めっちゃやだんだけど。あゆみさんの気持ちになってもらって、待って、やだ。エッグに思いが入りすぎてツイートしてしまった。一回言わせて。そう、なんかそのエッグが始まってきてってなって、すごい叩かれたじゃん、で辛かったね、あの時。辛くてポンって出したの。なんて今すごい言われてるけど、エッグに出れるってなった時はすごい人生で一番ってくらいすっごく嬉しかったし、夢かと思った。自分でもあゆみギャルなのかなとか思ったけど、それは人それぞれだし、やっててよかったって思う青春をみんなで作りたいから全力で頑張る。人の意見に合わせてたら前に進めないしね。はい、いいこと言ってます。めっちゃキモいんだけど、どうしよう。オッケーかなですね。キーちゃんで次はブレイズしてたね。キーブレイズしてた。かっこよかった。これでよく恋愛しに行こうとしてる、ね、一緒にそうで行ったんだ。そうだよ。でもブレイズめっちゃ似合ってたけどね。でもそのモニタリングの人と付き合ったから一応エグ派なんで。ああ、そっか。いいね。でしょ。すごい。すごくない？そう思う。うちモニタリングされてたもん。あ、そっか。そうだよ。燃えるんですけど。すごいね、その出会い。いや、あれかも、そんな、これでしょ。あんま気にしてないかも。これでしょ。これ。これ何したの？これでしょ。これキープスーツ着る。ちょっと画像載せるのはいい、全然これレクじゃないんだけど、文章が面白いんだよね。とある撮影でスーツ着たんよ。人生あのままだったら今頃就職活動の準備とかしてるんかなってふと考えてた。で、この写真だよ。ダサい。え、違うんだよ。普通の人、普通の、あのピシみたいな感じでブレイズで絶対しないよ。仕事やる気ない。でも思ったの、スーツ着た瞬間に、まあ、同級生今就職活動だったのその時、うちも本当はこういう道だったのかな、確かにね、っての思いながらブレイズの姿でスーツを着た瞬間に、ちょっと面白くて写真撮っちゃった。あれかも、うちすぐ友達とかに電話とかしちゃうから書かないんだよね。その時の思いを、そうそう、昔は書いてた中学生の時とかはしんどっ。やっぱりメッ
きます、ね、ね、これ黒歴史の方だったねえ、やだこれ面白いでしょ、社長かと思う人生社長でもちょっと分からなくはないかも、分からなくはない人生社長の格好今じゃない、ちょっとちょっと格好いい、髪をやってる、これちょっと男の顔してるじゃない、髪じゃない目隠せばもうもろ本人じゃないこれ人生社長だよね、うん、結構社長かと思ったいないな、あでもこれだろ、これめっちゃ元気出るこれだろ、もう話し記念。え、歯結局どうしたの？待って、待って、DJ 社長？ね、なんで急に DJ 社長になっちゃったの？待って、これ、まあ、見た時めっちゃ笑ったわ、これ。これマジ元気出んの、この写真。これめっちゃ落ち込んでる時いつも見た。待って、これ、まあね、あれ、キーボードにしようかな。え、でもさ、これさらけ出した方が面白いかなと思ったじゃん。死んだマジで。え、それどうしたの？その歯。歯医者行ってくっつけてもらった。え、欠けた歯を。そう。ないです。昔のとかじゃなくて、結果的にはいいことしか言ってなかった。うん、てか昔あなんかあこういう時もあったなってめっちゃ思う。そうそうそう、なんか別に恥ずかしくはないんだけど。うん。お前、うちの顔見んだよまあ、ということでということで結果、まあエッグ、歯ない人多いということで締めますはい、以上今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントもお願いしますそれではバイバイ、せーの、よーし